では12レース特選走られます京都の的場選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回これが終わったら約5年の改修工事ということで、はい、まあ、最後の改正になりますけども、お気持ちはどうでしょうか。まあ、本当にこう父の背中を見て育った競輪場なんで、まあ、本当にこうここの向こう町競輪場に足を運んでくれるファンの皆さんによりいいレースをして、なおかつ京都勢から優勝者を出せれたら最高やと思うんで、本当にこう数々ドラマを生んできたバンクやと思うんで、ここでも僕をメインにしていいドラマを生みたいです。もうここに G1 と同じぐらいの気持ちでっていう感じですかね。そうですね、もう平安賞にはもうかなりの思いを込めて乗り込んできてます。まあ、前走はまあオールスターの2着でしたけど、やっぱ反響っていうのはありましたでしょうか。とても大きかったですね。本当にもうすごいファンのお客さんからもおめでとうというラインをLINE とかね、声をかけていただいたりするんですけども、まあ、けどやっぱ2着なんで、そのやっぱり古性さんとの一輪の差を埋めていかないといけないと思いますし、まあ、今回の課題に関しては窓場和木本さんという並びでしっかり戦っていくことを証明して、まあ、今後 G1 につなげていきたいと思うので、まあ、しっかりそういうところ大事にしていきたいですね。まあ、和木本さんの前回りのウィナーズ依頼になると思いますけども、はい、和木本さんはどういう存在ですか。やっぱり本当にこう今まで近畿のになってきた先行選手、もう日本一の先行選手だと思ってるんで、まあ、それをつけてレースをするっていうことはかなり責任感があると思いますし、まあ、なおかつこう僕が大敗してしまっても良くない開催やとは思うんで、まあ、しっかりその脇本さんとの連携を2人でしっかり考えていきたいです。まあ、前走を1つ開けて、まあ、2週間ほど開けましたけども、はい、ご自身状態っていうのはどうですか。もう計画的にトレーニングできました。オールスター後はちょっとやっぱ1週間もう競輪場にいたんで、ちょっと疲れが出て扁桃腺が腫れたんですけども、まあ、1日2日で治って、あとは計画的にトレーニングできたと思います。わかりました。はい、では最後に地元の熱い戦い意気込みをお願いします。しっかり京都勢もしくは近畿勢もしくは自分がしっかり狙っていけるように優勝狙っていけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。